はい、渡辺選手です。なんか随分競輪に慣れてきたというと言い方おかしいけど、もともと走ってるんだけど、はい、なんかこう流れがやっぱずっと走ってると違う、休み休みじゃなくて。まあ違いますし、なんていうんですかね、まあ、積極的に攻めれることが、はい、レースを、ね、はい、それがいい結果に結びついていると思います。前回結構逃げたしね。はい、いや逃げてるんですけど、なかなか決まり手としてつかなかっただけで、ようやく逃げ切れたんで良かったですよ、ね、で今回はね、特にちょっといろんなアクシデントがあったんで中1日になってしまったけど、あ、そこは全然気にならないです。大丈夫です。コンディション的には問題ない。問題ないです、はい。どうなの、練習環境は少し変わったの。環境、そうですね、環境自体は変わってないと思うんですけど、自分のやりたいことをできるようになったので、はい、少しはやっぱり一時とは練習のやり方も変わってきた。いえ、もう春先からはずっと同じことをやってるんですけども、それがようやく成果が出てきただけだと思います。いや、レースを見ててもね、なんかこう安心感というか、ハラハラしなくなったけどまあ前に攻めてるっていうのが一番だと思うんですけども、やっぱりそのレースそのレース失敗も多いし課題も多いんで、まあ、そこを本当になんていうんですかね、そのレースの中でうまく修正できればもうちょっといいんだと思うんですけど、そこがちょっと物足りないですね。まあ、でもこのバンクね、やっぱりスピードあるし出し力もあるわけだから、結構戦えるでしょ他よりは。はい、でもやっぱ後方になっちゃうときついんで、そういった部分では前々攻めたいんですけど、まあ、それがたまに、まあ、松戸の決勝もそうなんですけど、前々攻めてったけど結局は内に詰まっちゃってともあるんで、まあ、そこら辺はバランス取りながらですね、はい。そうね、まあ、なかなかね、今までがそういう競争はあんまやってないからね、はい。まあ、どっちかというと、はい、内に入っていく競争なんかあんま見たことないし、はい、でももうやっぱ勝つためにはっていうことを考えたら何でもやっていきたいですね。もうこれからはね、特にこのバンクはね、前がかかってしまえば絶対的に内が有利だから、はい。まあでもそうならないように、組み立ての時点で有利になるように走りたいですね。もうね、グランプリも一応こう視界に入ってるだろうし、まあ、取らなきゃちょっとなっていう、はい。まあ、賞金では無理なんで、どこかで一発狙っていくしかないんで、まあ、あと2つしかないから、まあ、いっそいっそ集中するだけです。でも前橋も小倉もどっちかというとスピードの出るバンクなんで、トップスピードが高い選手の方が俺有利だと思うけどね。はい、まあ、それを活かせるように走っていきたいです。じゃ、しっかり頑張ってグランプリを今年も走ってください。はい、はい、乗れるように頑張ります、はい。では、フランドメさんに、はい、自分のスピードをしっかり活かせるレース展開にしたいと思います。頑張ります。はい、渡辺選手でした。